上野博厚生労働政務官圧戦利得収賄行為課週刊文春の2019年8月29日号が自民党の上野博厚生労働政務官が圧っ利得収賄行為を行ったと報じました週刊文春は東京にある人材派遣会社が外国人の在留資格を取るため法務省の出入国在留管理局に大量の交付申請を行ったと この交付申請のリストが上野事務所に送られ、それに基づいて法務省に問い合わせが行われたと。この申請について、今年6月にですね、上野議員が、早くしたっていう実績をうちが作ってあげて、その分うちは交渉して、これを党費に当てようと思って、100人だから200万円、うちがお金をもらう案件でやってんだから。 僕がもらうはずのお金などと発言、それに対し秘書が、これ、圧っ利得になっちゃいますよ、代議士と注意をしたなどとされております。この件について、週刊文春が上野議員に取材をしたところ、全くそんな話もしていないし、もちろんもらっていないと否定しておりますが、こういった行為を実際に行い、さらに、 金を受け取っていれば、あっせん利得収賄罪が成立する可能性がございますけども、そういった金の受け取りやり取りがなければ、犯罪行為とは言えないんじゃないでしょうか。現時点で週刊文春の報道は、この上野議員が犯罪行為を行っていたと断定できるレベルのものではございませんので、皆様、 今回の報道について、そのまま鵜呑みにしないように注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。